なんか、落ち着け。まつみー緊張したよ。皆さん、こんにちは。こんにちは。松岡さんじゃないと。いや、そうですよ。はい。よし。ジャパンプレミア記念桜カーペットのイベントが今スタートしました。まあ、はい、笑顔とコミュニケーションいただいております。はい、夜桜さんちの大作戦で朝の太陽を演じております、川島玲司です。夜桜さんちの大作戦という4月7日からアニメが始まるイベント始まりました。皆さん、歩いてる人も見に来てこれその辺の人から苦情来ないですか。あのちょっと来るかもしれないので一応でもね、本当にこういうイベントですので盛り上げていきましょう。盛り上げていきましょう。今日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。おお、元気、ありがとう。夜桜さんちの大作戦にてむつみの声を担当させていただきます、本当カエルです。なんかもうみんないっぱい集まってくれて本当に嬉しい、ねね、泣いてる人もなんか結構見受けられて、ね、いろんな話をねできればいいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。むつみちょっと声袋に響き渡りましたね。もうむつみの可愛さがね世界中にちょっとバレてしまいます僕としてはちょっと嫉妬です。嫌です。どこに、もうやめましょう。何がですか。大丈夫ですか。やめません、はい、さあというわけで皆さん、今日は集まっていただいてありがとうございます。晴れてよかったですね。はい、うん、確かに、はい、というわけで夜桜、さんちのですね長男京一郎という役を演じておりますこの近づきです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。素晴らしい、すごい天気にも恵まれて、桜もね咲いてる中、ねこうやって皆さんとお会いできてとっても嬉しいです、夜桜家長女双葉の声を演じさせていただいております北あかりです。よろしくお願いします。どうしたどうした。人見知りなんでちょっと何言っていいのかわかんないんですけど、今日は天気が良くて24度とかあって気持ちいいですね。いっぱい楽しんでいってください。夜桜新造役の沖津和之です。よろしくお願いします。お兄さんよろしくお願いいたします。緊張したよ。皆さんテンション大丈夫ですか。皆さんこんにちは。うわあ、すごい嬉しい。もうね、あの夜桜しおん役担当させていただきます、ゆうきあおいです。今日はね、池袋にお越しいただいた皆さんと一緒に暖かな、ね、気温を感じながらこの作品がね、こう始まるぞというのをあの共有することができてとっても嬉しいです。楽しんでいってください。ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。夜桜さんちの大作戦で、夜桜健吾、そしてなぜかゴリアテもやっております松岡良嗣です。頑張らせていただきたいので、皆さん応援してください。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。すごい隣からものすごい七尾推しが溢れてる感じで、私の推し七尾です。ありがとうございます。自己紹介するよりも先に七尾と言っていただいてありがとうございます。そんな七尾くんを演じております内山由美と申します。今日はこのような素敵な機会をいただけて、そして本当にあのこの一帯全部夜桜さんだらけということで、うん、本当にあの作品愛にあふれたこの空間をたっぷり楽しんでいきたいと思いますので、皆さん最後までどうぞよろしくお願いいたします。ありがとう。よろしくお願いいたします。本当にこのオールラインナップもう皆さんの前では勢揃いは初ですよね。もう皆さんの前どころか、うん、はい、初めて集まりました。はい、そうなんです。すごい嬉しい。アフレコでもじゃあ、はい、そうなんです。実はそうなんです。だからテンション上がってます。なるほどね。そしてね、桜カーペットもこう歩いてきていただいて、川島さんいかがでした？うん、なんかね、なんか落ち着け。突然オタクになっちゃった。何していいのかね、わかんないけど、なんか気持
ち、え、何言ってんの大丈夫ですか、大丈夫じゃなさそう、うん、最高です ね、 ね、こんなにたくさん集まってもらってね、うん、いや、本当だ よ、 ね、 ね、手振ってやっぱ返してくれて、うん、なんか、うん、こんなに近くでファンの方たちのね、うん、顔を見れるのなんかあんまりないからね、うん、嬉しいなと思いました、うんうん、もう原作からずっと待ってたよっていう方はどのくらいいらっしゃいますか。おお、ありがとう、ね、ありがとうございます。みんな嘘でも手あげるんだよ。お兄ちゃん、お兄ちゃん、本当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 で言ってくれてるの。本当、お兄ちゃん怖いよ。さすがです。ですね、まあ、そうですね、この家族の中で言うと、例えばこうレイジルと、うん、あ、レイジルって呼んでるんですけど、レイジルって言います、あの、はい、レイジルと私、本堂がこう基本やっぱ一緒に撮らせていただくことが多いんですけど、そうだね、で、話数によって他の家族だったりゲストの方とやりつつで、うん、結構なんか私たち2人がその先輩方にいろいろ取材みたいな感じで質問をたくさんぶつける時間がそうそうそう、結構毎回ありまして、ね、どうやったら声の圧出せますか、小西さん。そんなこと言われたっけ。言ってた、言えました。マイク前で全然覚えてない。本当ですか。嘘。なんかどっから聞いたかわかんないですけど、小西さんってスイッチいっぱい持ってるんですよね。行きたいくださいとか、なんかそういう情報ばっかり言ってくるんですよ。川島くんは。その時欲しくて。あ、スイッチね。欲しくて。あとは最近だと、みんなで頑張って、このメンバーでご飯に行きたいっていうのを、あ、言ってくれた、はい、そうそうそうだ、グループラインまで作って、グループラインまで、はい、なかなか誰も反応してくれないっていう。ちょっとグループラインなんですけども、まだ叶ってないんです、実はね。で、またまずここで全員集合してからの方がいいかな。そう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 、ね、一旦ね、ここからね、家族の絆をどんどんね、紡いでいきたいなと思いますよね。そう、おきつさん ねはい。まだでもね、4人でご飯行ったもんね。4人でご飯行ったもんね。あー、しゃぶしゃぶしたもんね。あー、打ち入りで。あ、嘘、打ち入りで、打ち入りやつ、あなたが来なかったんですよ、お兄ちゃん。なんでですか、みんな揃わなくて。はい、お兄ちゃん、はい、働いてました。じゃあ仕方ない、じゃあ仕方がないな、じゃあ仕方ない、じゃあ仕方がない、みんなでご飯行きましょう、うん、行きたい。松岡さんも来てくれますか。来てくれますか。絶対来てくださいね。はい。本当にかな。絶対来てくれるって、松岡くんは。確かに、そうですね、そう言いながら。はい、はい、来るかな。はい、待ってますね。こんなに仲のいい家族です。そうです。はい、はい、本当かな。仲良しで伝わったかな。松岡さんはね、ゴリアテも担当されてるからね、一人二役になるんでしょうか。いや、やらせていただいて、うんうんうん、で、多分セリフ量も、はい、どっこいどっこいですよ。そうなんですね。どっこいどっこい、どっこいどっこいじゃないですか。ゴリアテ結構出てくるんですよね。しますからね。ゴリアテってアドリブ多いですもんね、すごいね。で、しかも、ケンゴが出てない回でゴリアテ役で行くんですよ。そういうこともあるんですね。そういう時はもう、はい、まあ、その、まあ、役としてちゃんといただいたから、ちゃんとやってるんですけどね、はい、やっぱ怖いですよ、はい、怖いんですか。怖いですよ。うん、だってこれだけ の女性陣が集まって、なんで自分っていう。ゴリアテ、あんな可愛い見た目、女性陣からね、可愛い声出せるところで、で、絶対ゴリアテの役やってる時に、はい、これこうスタッフさんの皆様から言われたことがあって、絶対にこう唸る時は5をつけてくださいって。 5? むずっ。ゴルルルルルって言ってください。あ、それが難しいんですよね。難しいですね。確かにやれと言われたら難しいかも、悩んじゃうかも。それで感情表現しなきゃいけないので、口開けながらゴルルルル言うところとかなんかありましたよね。ええ、そういう寝てる時とかも。英気もそうですよね。寝てる時もね。カラーとかって。おお、素晴らしい。ついてるちゃんと子が。やっぱ松岡さんじゃないと。いや、そうですよ。自信持って。はい。よし、かわいい、ゴリアテかわいい。かわいいよ、ゴリアテ本当にかわいい。